こんにちは、神恵里です。今日は3月の28日です。もう3月も終わりですね。え、信じられない。朝はなんか雨だったので、今日はね、あんちゃんにレインコートを着せて散歩いたしまして、まあ、レインコートね、あんまりなんか本人はあんまり好きじゃないみたいで、結構朝からテンションだだ下がりな感じだったんですけど、で特にフードをかぶせると全然進まなくなるんですね。前が見えなくなるのか、周りが見えないのが怖いのか。なのでなんか一番こう濡れてほしくない頭はフードをかぶらずにびしょ濡れになってですね、まあでも体だけちょっとレインコートに包まれながら、ひたひたと朝そぼ降る雨の中散歩に行ってまいりました。一通りね歩いて、帰ってきて、でもやっぱりレインコートないよりいいですね。ないともう完全にお洗濯って感じになるんですけど、割となんかこうお腹周りとかはいい感じになってたので、まあ拭けばいいかなぐらいの感じには、なりまして、そんな感じの朝でしたけれども、なんかちょっと今日が差してきたのかな、ちょっと明るくなってきましたよね。なんかこのまま今日はもう雨降らないでほしいなと思うんですけれども、はい、皆さんお元気にお過ごしでしょうか。はい、ですね、今日はねちょっと曲にしようかなと思ってるんですけど、クレムというユニットで出したアルバムの中に入っている Moments of Bouquet という曲があるんですよ。これクレームのオリジナルなんですけれども、Moments of Bouquet という曲を今日は、ご紹介します。ドラムのトラックにですね、デビッド・フィンガーズ・ヘインズっていう人にリズムトラック丸投げして入れて、返してもらってみたいな感じで、海外のアーティストにお願いした作品でもあるんですけれども、まあね、本当にもうね、皆さん概要欄にも一応貼っておきますけどリンクを、本当になんかすごい人で、私初めてねデビッドに会ったのはフランク・マッコムさんのショーの時にドラマーとして来ていて、で彼は要は指でこうなんていうのかな、パッドを叩いてドラムの音を出す人みたいな、そんな感じの動画もたくさん出てますし、それですごい有名な人なんですけれども、もちろんリアルドラマーでもありまして、普通にドラムを叩いていろんなアーティストとね、例えばなんだろう、プリンスとか、あとなんだっけ、スタンリー・ジョーダンとか、あとジャズではあれですね、なんだっけ、ティル・ブレナー、彼ねドイツに住んでるんですよ、アメリカ人なんですけど、ドイツの、ね、トランペッターでもあり、シンガーでもある、ティル・ブレナーですねとか、もう本当にいろんな人たちと共演されて有名なドラマーでもあるんですけれども、そんなわけでその手打ちドラムみたいなのを初めて見たのがそのフランク・マッコムさんのコットンクラブの公演だったと思いますね。フランクさんにご紹介いただいて、いや今日のねドラムすごいよ、すごい人連れてきたから楽しみにしててねって言われて、何がすごいんだろうって見てたら、やおらこうドラムセットのところからですね、ドラムソロになったらパタッと叩くのをやめてね、スタスタスタって前に出てきて、それで座ってそのパッドをね思いっきりこう指で打ち始めたんですよね。で本当に普通にドラムのなんか綺麗なドラムの音がしていて、え何これと思って、えこの人がやってんだみたいな感じでですね、ですごく体格の大きい人なんですけれども、その人がすごいちっちゃいドラムパッドをね2本の指で叩いてる姿がもうすごい可愛らしくて、すごい印象的だったんですが、その時に初めてお会いして、でその後また来日するたんびに、ね、連絡をいただいたりとかして、でいよいよこのクレムのアルバムを作るにあたって、あそういえばなんかこれドラムトラックデビッドさんにお願いしたら
絶対かっこいいと思うって言って、それでデビちゃんお願いしますって言ってですね、言ったらもう2つ返事でもちろんやるやるって言って、データ送ってみたいな感じで、データ送って、それでふんふんつって、それでしばらくしたら送り返されてきて、開いたらこれができていたっていうね。ねえ、なんかやっぱりドラムのトラックが本当にいいと、本当にシンプルですごくいいドラムなんですけど、もう何もいらないんですよね。他のものが何もいらないから、本当にオケも薄くなるし、なんか薄いのにいいっていうか、うん、本当にいろ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 盛り込まなくて済むので、とてもシンプルにいい曲に仕上がったなと思っています。で、この曲に歌詞をつけてくれたのがグレース・マイヤちゃんですね。彼女も本当に素晴らしい、シンガー、アーティスト、ピアニストでもありますけれども、彼女が、歌詞を一緒に考えてくれて、作った、そんな曲を聴いていただきたいと思います。 Moments of Bouquet。I'm sorry.
はい、お聞きいただきましたクレームでモーメントオブブーケでした。なんか今聞いてもやっぱデビちゃんかっこいいなね、素敵ですね。はい、なんか本当にあの衝撃 の出会いからですね、あのこうやってなんか今でもあのお付き合いを続けることができて本当に嬉しいなと思います。あのね、たまたま同世代というか、フランク・マッコもそうですけれども、みんな同じ年ということでですね、すっかりこうジェネレーションのなんかギャップも感じずに、国境こそあれと、なかなか楽しくね、いつも、お話しさせていただいておりますけれども、そんなわけで今日お届けした曲は、デビッド・フィンガーズ・ヘインズさんがドラムトラックを担当してくれましたモーメンツ・オブ・ブーケでございました。皆様いかがでしたでしょうか。さて、今日はですね、先日あの2日前に私がおすすめいたしました、サイモン・フィリップスさんの公演のね、最終日でございます、ね、まだお席余裕があるのかなと思いますので、もしご都合のよろしい方はですね、今からでも電話をして予約を取って行ってみてください。本当に素晴らしい演奏でしたので、もう行って損はないと思います。はい、そんなわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。